スタートしました。8番ゴールドシップ、遅れて後方からです。さあ注目の先頭に立つ馬はまず里野ノブです。4番のサイレントメロディーが並びかけようとしています。最初の3コーナーの坂を迎えます。2番のアドマイアフライと内目の3番手、17番のヒットザターゲット、3番手の外、3コーナーのカーブを回っていきます。その後ろに追い上げて早めに5番のレッドカードを現在5番手につけました。1番がスカクリちゃん、18番のデスペラードはその直後、3、4コーナー中間最初の坂を下ります。ジャガーメイルがいて6番北高ブレイブ、11番ラストインパクト、4コーナーのカーブに向かってきました。あとは2馬身差、アドマイアラクティ、ウィンバリアションは中段の後ろ、その後ろに谷の上プレットフェームゲーム、さらに外からはオーシャンブルーが続いて4コーナーカーブから直線コースに出てきました。そして後方から2番手に絆が構えて、最後方にゴールドシップ一馬身差で追走です。最初の 1000m 1分1秒7、それほど遅いペースではありません。3番里野ノブレス先頭に立っていましたが、スーッと11番ラストインパクト、父のようにここで行って2番手。しかし外からは徐々に上がってきたヒットザターゲット、さらに1番のアスカクリちゃんが続いていって、先団グループが固まってきました。一旦控えて4番サイレントメロディーがその後ろ、1コーナー回ったところで外から1番がアスカクリちゃん、うちの3番里野ノブレスに並びかけて、1、2コーナー中間3番手に控えて17番ヒットザターゲット、第2コーナーのカーブ、あとは3馬身開いて抑えました。11番ラストインパクト4番手、向こう上面に出ていきます。2馬身差、その後ろに4番のサイレントメロディー、向こう上面に入って、あとは2番のアドマイアフライト、2馬身差レッドカードをその後ろまで下げました。その内から7番フェノーメの2連覇を狙います。それから1馬身半差、外からデスペラード、6番の北高ブレイブ、16番ジャガーメイル、10番のフェイムゲームがいて、15番のアドマイアラクティ、まだ後方の動きはありません。ウィンバリアションがその2馬身後方です。内からは谷のエポレット、依然として後方に構えるオーシャンブルーゴールドシップ、そして絆、後方はこの3頭。坂を再び上りにかかって坂を上り詰めます。逃げている3番里野ノブレス、リードが1馬身、手が動いてきたのは2番手のアスカクリちゃん、残り800切りました。2馬身差、動いてきたのは11番ラストインパクト、外から3番手に上がってヒットザターゲットに変わって、2番のアドマイアフライト、4番手の外まで進出、あとはその後ろ、徐々にサイレントメロディー、さらにはフェノーメノ、さらにウィンバリアションが外から上がって、間からはレッドカドウ一段になりました。4コーナーのカーブ、さあ絆は大外に持ち出して、今外から中段まで上がってきて直線コースに向かいました。粘っている里野ノブレス、ラストインパクトが並びかける、間からフェノーメノ、ウィンバリアション、絆、大外からはゴールドシップ200を切った、横に広がって接戦ですが、ウィンバリアション、間からフェノーメノ、春馬2連覇か、フェノーメノ、ウィンバリアション、そして北高ブレイブが3番手に上がってくる、フェノーメノ、春を連覇か、ゴリ7番フェノーメノ、わずかに混戦を制しました。